福岡県の博多はグルメの宝庫として有名です。今回はここ博多で絶対外せない名物を紹介します。博多一の商業施設キャナルシティ博多の中には人気ラーメン店を集めたフロアラーメンスタジアムがあります。博多名物豚骨ラーメンのほか、創作ラーメンやオリジナリティあふれる絶品ラーメンが食べられます。博多ラーメンは豚骨で取った白濁のスープと細麺が特徴の博多を代表する名物グルメです。結構とろみすごくない？後味すっきりしてる。そんなになんかくどくない。紅生姜とかネギとかの薬味ですごいさっぱりしてる感じする。すごい細麺だね。まろやかで美味しい。癖になる。チャーシューでかい。卵も結構いい半熟気味。高菜は結構味に特徴があって結構辛いから、最初から入れるよりも途中で味変として入れた方が美味しいかも。ちなみにこちらは味集中カウンターでおなじみの九州豚骨ラーメンのチェーン店一蘭の総本店、ビル1棟が丸々一蘭というインパクトある建物です。続いて2つ目の博多グルメは明太子。こちらがお店の定番、元祖博多明太重。手前は生明太子、奥は炙り明太子です。ご飯の上にたっぷりの海苔と明太子を贅沢に丸ごと1本使っています。すごいまろやかな明太子。なんか粒がすごいさ細かい。この炙りの方を食べてみて、ちょっとほら黒くなってる。焼いた感じあるよね。炙った感じが分かる、真ん中が半熟って感じ、で外側がちょっと焼けてる、あ、香ばしい感じ。ちょっと炙った部分と炙ってない部分が2つの食感が楽しめる。炙りの方が人気あるみたいだね。続いて特製かけだれをお好みでかけていただきます。タレのコクと明太子の旨味がしっかり感じられてとっても美味しいです。ここでしか味わうことのできない一品です。おお、やってるね。福岡で有名な屋台村といえばここ中洲。福岡随一の歓楽街で川沿いには屋台が軒を連ねています。福岡旅行で外せないグルメスポットです。この日は週末ということもあり、どこのお店もほぼ満席状態でした。観光客ばっかりなのかな。ちょっと並んでるところのお店にしよう。そこそこ人気ってことだもんね。結構時間が経つとね、列ができてきちゃう。ちょっときついな。うん。マッキンタンステーキ、串焼きもあるよ。焼き明太子。自撮りに食べたいね。自撮り食べた。焼き明太子。焼き明太子も食べたい。乾杯。
おでんも美味しそうだな。焼き鳥も食べたいし。で、2杯目。今近くで見れるな。屋台では座る席によってこんな感じで調理しているところを間近で見ることができます。餃子店、珍しくない？餃子がちょっとはみ出てる。福岡で串焼きといえば豚バラ。しっかりと油が乗っていて塩気もちょうどいいです。あ、いっぱい食べたお腹いっぱい。夜だけで3店舗行っちゃったね。屋台すごい良かったけどめっちゃ高いね。やっぱこんだけでもう4000円ぐらい、8000円ぐらい使っちゃったよね。やっぱさすが観光客向けのビジネスではあるよね。続いての博多名物は水炊きです。シンプルな鶏鍋料理ですが、その味わい方には独特の楽しみ方があります。まずは鶏の旨味が溶け出したスープをそのままいただきます。博多水炊きのテーブルには鶏肉を食べる器の他にスープ用の器が用意されているので、鶏肉の合間にスープを味わうことができます。具材にはあらかじめ鍋に入れられている鶏肉のぶつ切りのほか、ミンチやハツ、野菜などを入れていきます。具材を入れるごとにスープのコクが深まっていきます。めちゃくちゃ柔らかくて、噛めば噛むほど旨味が出てくる。すっきりしてるんだけど、お肉と野菜の旨味が凝縮されてる感じで、すごい美味しい。ほっこりする。家庭でも簡単に作れそうですが、やはり専門店で食べる水炊きの味には遠く及びません。締めは鶏肉と野菜の旨味が溶け出した煮汁をご飯に染み込ませて雑炊にします。明太子と魚、もう最後まで明太子出てきたね。あー、締めの雑炊最高。最後に紹介するのは天神地下街。福岡の中心街、天神の地下にある巨大ショッピングモールです。ヨーロッパの街並みを表現したおしゃれな地下街で買い物を楽しめます。その長さはなんと全長590メートル。駅直結なので雨の日の観光や暑い日、寒い日の移動に便利です。せっかくなのでこちらのカフェでランチをして帰ります。